はい、えー、それでは今日も読書レビューを行っていきたいと思います、えー、このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画でレビューをするという内容になっていますで普段ご紹介することが多いのは、まあ、一般教養や、えー、ビジネス書についてが多いですでそれ以外は、えー、心理学であったりとかまた習慣化継続化についての本をご紹介することが多いですで最近では、えー、まあ、お金とか資産形成についての本も読んで勉強してますので一部ご紹介をしてます もしよろしければ、チャンネルページに再生リストが作ってありますので、そちらからご覧いただければと思います。よろしければ、えーま、チャンネル登録及び、えー、グッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。でまたあの、読んでほしい本のリクエスト等あればですね、えーと、どの動画でも結構ですので、コメントをいただければ、えーとま、いつか読んでみようというふうに思ってますので、ぜひぜひ、えーま、読んでほしい本のリクエストなんかもよろしくお願いいたします。で今日は、えー、こちらのあまり知られていないエリートが愛用している 旅行術ととといいいうタイトルの本をご紹介したいと思いますえっ、ー、この本はですねえっ、ー、とまあ、今電子版で読んだ本なんですけれどもえっ、ー、とまあ、旅行を計画するにあたってまあ、大事なポイントはどこかまたえっ、ー、とそのエリートっていうふうに表現をされてますけれどもまあ、マイルを使ってですねより快適な、えー、旅行を計画したりまあそのマイルを貯める方法についてまあ、簡単に紹介されている内容となります。でえっ、ー、とまあ ちょっと内容自体はですね、本が短かったこともあって、まあ、比較的、まあ、浅めというかですね、えーとまあ、メンタリティについてとか、えーまあ、簡単な内容が多かったかなという気がしますで、えー、と簡単にポイントをまあ3点あのご紹介しようかなと思いますで第1章は、 えーまあ、旅に、まあ、出ましょうとで旅に出ることによって、まあなたの、えーまあ、好奇心とかを刺激して、えー、あなたを成長させることができるんですよとで、まあ、その時に大事なのはそうやって準備を始め早めに始めるということ自体にもやはりまああの人間力を成長させるまあ機会にもなるしまたあの金銭的にも1年以上前から準備を始めれば、まあ、ホテルとかフライトのチケットっていうのも非常に安くなりますよということで、まあ、ぜひ、まあ、どま どどんどん旅に出て、てそれもまあきっっちりり段取りをしてやりましやままょううとといい内容が1章だったと思いますで2章目は、えーまあ、旅っていうのはあのお金では買えない価値を、えーまあ、大切にして、まあ、それを経験していくことなんだということが書いてありますでまあ本当に価値があるものは何なのかっていうことを知っていくことが大切ですよということが書いてありますで第3章は、えーまあ、旅の快適さっていうのを追求しましょうとでまあ VIP 扱いされるのに慣れてい、えー、くということで がまあ大事ですよと,、まあ、ちょっとなぜ慣れるのが大事なのかというのをちょっと忘れてしまいましたけど、まあ、そういった内容が書いてあったと思いますので、まあ、あとはそのマイルを貯めて、えー、まあビップ扱いしていただけるようなまあビジネスクラスとかバスクラスに乗っていくにあたって、まあ、クレジットカード等をまあ使いこなしてマイルを貯めていくというのもまあ手としてありますよというような内容になっていました。で、まあ、ちょっと率直に言うとですね、今言ったような内容というのは、まあ、あの今です、ね、例えばインターネットでまあ旅行術とかまあそういったものをちょっと調べてみれば出てくる内容ではあると思います。で またそのクレジットカードを使いこなして、マイルを貯める方法であったりとか、まあ、最近ではマイルをですね、えーとまあ、直接獲得できるようなまあサイトもあったかと思います。なので、まあ、そちらの細かい点については、えー、そちらに任せるのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、いいなと思ったところは、ですねやはりまあその旅っていうのは人を成長させますよというところに関しては、同意をしました。ですが、ちょっとその、まあ、エリートが愛用している旅行術ということで、まあ、旅に出ましょうと言っているんですけども、まあ、多くの方はです、ね、でそもそもその 例えば海外旅行を毎年するようなお金がないと。 で実際にお金がある程度あればですねそのマイルをこう貯めていけるような、えー、スパイラルに入っていけると思います。である程度お金があって、えー、フライトが取れればマイルが貯まるでマイルが貯まるので、えー、次のフライトも取れるで次のフライトが取れるので、えーまあ、例えばその行った先でまた新しい経験ができるでそういった経験を通じて、まあ、自分を成長させた、まあ、そういったスパイラルに入れると思うんですけども、まあ、そこに入るまでですねなかなかやっぱりあの普通の人は、えーまあ、難しい部分もあると思いますのでそこに至るまでに、まあ、どういった えと経験を積んでいけばいいのかっていうところも、まあ、セットで紹介してもらえると、まあ、内容としては非常にこう親しみを持って読めるんじゃないかなということをまあ感じながら読んでいました、はい、ちょっとあの内容がまあ薄くなってしまうんですけども、まあ、あの短い本でした、まあ、ちょっと何ページだったか忘れましたけども100ページ以内の非常に短い本だったと思いますので、えー、まあ簡単に、えーとまあ、こういうそのマイルの仕組みとか旅行についての内容がまあ理解したいという方はまあ読まれてみるといいかなというふうに思います。 はい、今日は以上になります。是非チャンネル登録およびグッドボタンをよろしくお願いします。